どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルダです。今回は画論ですね、画論についてやっていきたいと思います。で、テーマとしては引きつけて切るを取るというところで、ちょっとね、今回引きつけて切るに関しては画論特化の話になってきますね。結構使ってて、感じた部分だったので、そのところを紹介できればと思います。最近ほんと使ってきてるんでね。で、画論とかに関しては、すごいプレイヤーの方とかがたくさんの人が使っているっていうのもありますが、この武器ね、極端にキルが取れる時と取れない時っていうのがあって、なんかその傾向がこうつかめてきてるので、ちょっとねその辺り紹介できればなと思います。あとはそれの応用とか、結構ね我慢が必要な武器だなとも思いましたね。ということで、試合を見ながら早速やっていきましょう。はい、それでは早速1試合目見ながらやっていきたいと思います。今回のテーマ、画論について引きつけてキルを取るというところです。で、引きつけてキルを取る方法として、今回3つというか理由も添えて話していきたいと思います。で、まず画論に関してなんですけど、追いかけるのは徹底してダメだなとやりながら思いました。で、なんでダメなのかっていうところなんですけど、画論って多分皆さん知ってる通り、射撃の連射速度も遅いし、その上乱数もめちゃくちゃ難しい、乱数というか乱数の塊みたいな武器なので、正直なところチャプマとか獅子みたいに自分から突っ込んでキルを取り行こうとするとブレるんだよね、弾がね。なので、まず NG 構造として追いかけるのは NG となってます。これだったら今みたいにもうほとんどゼロ距離に近いんでありなんですけど、必ず追いかけるのダメなんで、こうやってシールドを置いて相手を引きつけるというか、状況を把握して自分が詰めると。ただ今詰めて一発もらっちゃったんで相打ちになるんですよね。ここちょっと甘え。今みたいにちょっとでも詰めて自分から追っかけると攻撃を一発もらったりとかリスクがあるので、あまり良くないと。で、スプラッシュシールドも使ってしまうので、なんか有効活用できずに終わるんだよね。特定のポジションにいるならいいだけね。こういう感じでしっかりと。で、ここは外してるのも仕方ないけど、ここも後ろから、あれはもう追っかけるとか関係なしの行動だね。で、あそこを注目して見てもらいたいんだけど、追っかけないんで多分ね、だいぶね引きつけてると思うんだよね、常に。打ちます、で乗ります、矢倉注目は詰まってます、スプラッシュシールドを置いて相手の状況確認します。で、そこいる、でも一回下がって状況を見て、味方が乗ってるんで周りの状況を見ながらカバーして矢からつなぐみたいな。今回これはキルは取れてないけどね、でも確実にルール関与もできてるんでいいことかなと思います。で、ここも一発取って2発目で、ここも多分ここが一番出たかな。ここで相手行かないで1回で待って、味方が来たのを合わせていくみたいな。こういうことをするとキルが取りやすくなるんで、追いかけるってことはせず、相手との駆け引きをちょっと楽しむような感じの立ち回りが大事だったりします。必ず自分が追っかけるというか、行動を前に出れる範囲としてはスプラッシュシールドを置いた先までだね。ここが安全系としてやってます。ここはもうゼロ距離なんで詰めますね。っていうので、画論使ってて思ったのが、追いかけるのはダメっていうところでしたね。これやると大体負けましたね。では2つ目いきましょう。途中話でも出てましたが、引きつける駆け引きが大事となります。この試合でちょっと見ていきたいんですけど、引きつけっていうのは、単純に自分が打って引きつけるとかじゃなくて、相手の前にスプラッシュシールドを置いて、対面を仕掛けます。こういった状況でもいいんだけど、こういう感じで、相手が甘えて2回攻撃してきたんで、もう隙を見て詰めたんだよね。で、これもここ詰めるんだけど、こいかないです。ここで1回前に出るのやめます。で、敵のいることを確認して戻って、スプラッシュシールド置いて、また1回下がって、さらに前に出て、でも下がって前に出ての下がって前に出て引きつけてを常に繰り返してて、取れる時に取るみたいな。ただその時に必ずスプラッシュシールド置いとくみたいな。これも追っかけないんだよ。ちょっと塗りをカバーするぐらいで追っかけるけど、さらに自分が視界的に見やすいところで移動してカバー入るっていうことを繰り返します。結構ねやってると思ったんだよ。トライアンドエラーってめちゃくちゃする武器だなと思った。で、これは味方が後ろいるからと思ってやったんだけど、ちょっと甘えだったね。1人目はちゃんとスプラッシュシールドっていうか、仕掛けをやってたんだけど、2人目に関しては追っかけたんでやられたっていうシーンです。まあ、こんな感じで駆け引きを常にちっちゃい駆け引きをすると、まあ、対面が勝ちやすくなるなってことですね。で後半がね結構ね、駆け引きがねダメになってきてて、まあ、ここはまだマシだったかな。でもこれは敵さんが上手だった。防衛の時にその破綻しやすいというかゴツガランが厳しくなりやすいのって追っかけないといけなくなるんだよね、多少は。だからその多少追っかけるって行動をするから結構ねリスクを負った行動になるんで、まあ、こんな感じで変えるうちに会いやすくなります。乱数も取れないしっていうのがあるので、まあ、結構ね駆け引きは大事かなというところとなります。はい、続いて2試合目いきましょう。で、そうだね、ガランの話で3つ目の話題に行きたいと思います。まあ、3つ目はちょいちょい出てましたが、スプラッシュシールドで駆け引きをするというところです。先ほどのはスプラッシュシールドも使ってたんですけど、前に出たり下がったりっていう駆け引きを常にしてたんですよね。だから相手が、あ、甘えできたって思わせといて、こっちに引き連れてくる。だから相手が前に出てくる、こっちに近づいてくるように仕向けるっていう駆け引きでした。なんですが、次はスプラッシュシールドを使った駆け引きとなります。スプラッシュシールドって置けば、相手って基本的にはそこで対面したくないんで、下がるか、まあ、ちょっとでも抜けてこれそうだなって思ってくると、そこから通路渡ってくるんですね。なので、そういった甘えに対してキルを入れるっていうことになります。で、まあ、そこにね、どんなことかって言ってもちょっと難しいのがあるかもしれないんで、ちょっと見ながら話をしていきたいと思います。多分見てもらうと、必ずスプラッシュシールドを置いて攻撃するんですよね。でもこれはポップサウンドで壊れたんで仕方なしというところですね。対面するところの人に対して、垂直に必ず横向きにシールドが展開しておきます。こんな感じ、こんな感じで、この状態でシールドが置いてて、でさらに攻撃して、で、まあ、なんとか味方の攻撃も誤って倒せたってところだね。スプラッシュシールド逆に使ってないとき、対面そんな勝ててないってやつね、奇襲が成功してるとかね、まあいろいろあるけど。で、ここら辺からまた前に出たいんだけど、まあ、味方が乗ることはないので、自分が乗りながら貯めてる。まあこの辺りはちょっとね、ちょっと解説は一旦ストップで、その時が来た。まあでも必ず攻めようかな、どうしようかなっていう時には必ずスプラッシュシールドが起点になっているのが見てて分かるんじゃないかなと思います。右側はとりあえず来てたんで右側にちょっと押さえとして、でここスプラッシュシールド出して右側抜けてくるんで甘えがくるで逃げるから押さえれるっていうね。今みたいにスプラッシュシールドを置くことによって駆け引きがちょっと生まれます。ここはいらなかったね。あれ右側に味方が通れるようにするためにわざと入れます。これ9番ボムほんと大変だったなこの試合でここ置いて、左のオバクロがいたんでそこに置いて、一旦ここ引きます。もうのいや乗れば勝ちなんで、で乗ったんで取って、でここでまたスプラッシュシールドを使って仕掛けをしようかなというところですね。置くんだけどこれ失敗して遠く行きましたね。ただ左からの援護はこう来づらくなってます。まあこんな感じでスプラッシュシールドを敵に対して必ず置いておくと対面の駆け引きができるって感じだね。あとさっきのはもう完全に連動とか距離感の把握だね。まあこんな感じで、そうだね、引きつけてキルを取るっていう方法として、まあ、基本追っかけたらダメですよっていう話が一つと、引きつけるためには、まあ、自分が前に出たり下がったりを繰り返して相手を誘い込むっていうやり方で、最後がスプラッシュシールドを使った駆け引き。スプラッシュシールドで相手と対面を挟んで自分が一気に有利になるっていう動きだねっていうのが重要となります。ここ敵抜けていったけどね、でもこの状況で攻撃できるんで今みたいに対面ができるんだよね。結構大事だよねスプラッシュシールドで。右から攻撃されると嫌なんで今みたいに置いといて自分は左に見るっていう、ね、安心に防衛ができるとかちょっと切り替えができるっていう動きもできます。まあただあれは敵の動きによってはやられるんでね、ちょっと危険ではあるで、まあここなんだけど降りないのも大事ですね。こういったところでね、でシールドはあそこに一応行こうとしてたんです、あの場所でも。そしたら思ったよりもここで敵が近づいてくれてたんで、で置いてまたここで投げる、で駆け引きが成功して、まあキルが取れるっていう感じなんだけど、まあみたいな感じでスプラッシュしてもムカつくわけですね。でここ置いときます。そうするとあそこから攻撃できないんで敵が中央に寄ります。で味方もそれ使って右と正面からねハサミで、まあ、ちょっとねキルが取れなかったら申し訳ないですけど、でも味方側オバフロが今動きやすかったの見えたでしょ、あんな感じでね。でも面白い、ボツに関してはその駆け引きがね理解できると強いかな。だから本当ね思うけど、自分からガンガン前に出てその駆け引きせずに突っ込むキルだとやっぱキルは取られやすい、逆にデスってやすいなと。でも自分がそうやってスプラッシュシールドとか前に出たり下がったり前後に上がったり下がったりっていうのを繰り返して駆け引きすると敵とのその距離感の具合が変わってくるから、こういった意味ではすごく強いね。でまあ最後は運で取り押しっていう感じかな。まあ、というところで、今回のガロンの引きつけてキルを取るっていう考え方については以上となります。正直これを思ってからゴツに関してはキルが取れるようになった。めちゃくちゃ嫌いな武器だったんだけど扱いはしやすくなったなーっていうのが第一印象ですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、今回はゴツガロンの話ってことなんですが、まあ、最近ね使ってるんでゴツガロンに関してはちょっとずつまとめていこうかなと思います。まあ弓もやりながらというとこだね。ただまあもともと前衛使ってたっていうのもあるんだけど、やっぱゴツはねちょっと違う、正直なところちょっと違うね。なんかシューター寿司とかシャプマの感覚で使うとちょっと損する。でまあ、シャプマとかで連戦して勝てるようになるためにのコツを入れ込むと、まあ、駆け引きが重点的な武器だったんで、まあ、そういったところを考えると当たりやすくなるっていうのって面白い武器だなとは思いましたね。で、まあ、この辺りはねちょっとゴツの連動上げていってまた解説はしたいなと思ってるんだけど、シールドの使い方っていうのもちょっとあったりするんで、置き方投げ方とか距離感とかいろいろあったりするので、またそこはね、今度お伝えできればなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。